3月11日の、うん、あの地震前というのは遠藤先生はどこにいらっしゃったんですか。地震の時はね、3月11日はその日ね、登校時にちょっと不審者事案が出たのでね、それで、3時に集団下校させようということで、午工事終了が2時40分なので、午工事終了後に校庭に、子どもたちが集まって、はい、であとは地区ごとに、集団下校をしようという流れを作ってたのね、はい、で私は職員室から校庭の方を見て、まあ、子どもたちの集まり具合とかを確認してたところだった、はい、でその地震が46分ですから、校庭にあのもう集合してたのは1学年か2学年くらいだったんですね。で大きな地震が来たので、でも教室からとか子どもたちの悲鳴とかが聞こえるような感じで、でもまあそれぞれ担任が教室にいたのでね、いつもの通りに多分その机の中に潜り込んで、そして収まったところで全員を校舎に、はい、外の方に、校庭の方に避難させた、はい、で一応整列はさせたんだけども、さて集団下校をすぐ出発できるかどうかということをまず考えたわけですよね、はい、すぐに避難してすぐにもう校庭から校舎を見ると、校舎が揺れてるのが分かるくらいの余震が2回くらいあったかなと思うんです。でそのであと避難してきた方々がだんだんこう地域住民が集まってきまして、校門のところに集まってきて、その方々の情報から通学路がちょっとこう塀が崩れたりして危険だよというふうな話があったので、保護者も集まり始めてきていると、まあ、集団下校をしますよというのは一斉メールで保護者に全部流してますので、ですからあの、まあ、それだったら迎えに行きましょうみたいな親もいたと思うんです。でもそれに合わさって地震だったので余計親が来ることになったと思うんですけども、それで、もう通学路は危険だということで、集団下校じゃなくて保護者引き渡しにしましょうということで、先生たちが、もう当然私も下の方に校庭に降りていってますので把握してますので、先生たちがあのちょっと中を確認しながら職員室に入ってきて、で引き渡しカードというものを、はい、職員室から持っていったと、そしてもうマイクでですね、ハンドマイクで集まった保護者の方々に引き渡しを行いますということで、もう来たお母さん方はどんどんで子供を引き渡していったと、もう3時過ぎちょっと前あたりからですかね、引き渡しを始めたと、はい、で雪が降ってきたのでね、でそれとあと校舎がまだすっかり確認してないので、はい、まずは体育館に行きましょうと、で体育館は大丈夫だったので体育館にみんな入りまして、子供たち入れるのと、あと避難してきた住民の方々も体育館にみんな入ってもらったと、はい、でそこで引き続いて引き渡しをやって、そしたら3時半頃でしょうか、津波が来てるみたいな話になってですね、で急遽体育館にいる子どもたち、それから地域住民全部が校舎の方に2階3階屋上まで、上がったという状況なんですね。ちなみにその津波が来ているっていうのは、地域の方で逃げられてきた人から聞いたんですか、それともなんかラジオとか。いやそうじゃないですね、あの地域の方なの、私が報告を受けたのは教務主任から報告を受けたんですよ、はい、津波が来ているそうですということで、じゃあダメだ、すぐじゃあ上がりましょうということですね。そしたらもう校舎2階3階に上げてから、もう校庭に児童館の脇のところの道路からどんどん入ってきたと、であそこの今ちょうどある校舎前のアスファルトのところまでいっぱいになって、あとさらに、こっち側の方の田んぼの東側の方の田んぼの方にずっと流れていったという
かなりの勢いの津波でしたね。はい、それも高さはこれ、そうですね、最終的にあそこで校庭で一般だったのは25センチくらいですよね。でもそれ本来はもっとそれ以上だと思うんですよ。ただこっちの方の田んぼの方が低いわけですので、隣の家の方も敷地も校庭よりは低いもんだから、だから校庭に入るのと、あとあの隣の家の敷地の方に流れていくのと、でさらにこっち側が25号まで上がったところで、それ以上行き場がなくなったわけですね、アスファルトがあったから。でもそのアスファルトよりもさらにこっちの方が低いところがあったので、水の流れはそっちに傾いていったんですよね。なので全部こっちの方の田んぼの方にみんな移っていったということになりますね。はい、あの児童の方のなんか様子とかどうだった？子どもたちはですね、についてはもう担任の方で全部掌握しているので、私としてはその職員室にいて、そのいろんな集まってきた方々から情報を得るのと、あと町内課長さん方々もこう避難してきていましたので、それでとにかくもう今後しばらくはここの校舎にいることになるだろうということがもう頭の中にありましたので、でも職員室の隣の2年生の教室はそこには避難民を入れないことにして、そこはその、まあ、本部っていう形で区役所の方なり、それから町内会長さんだったり、そういう方々が入ってもらう場所に確保したということですね。うん、次にもうその日からも避難所運営に当たられたっていう、避難所運営っていうか、そうですね、その日の夜に備蓄倉庫にある甲板とか水を出して、避難してきた各教室に避難した方々に全部配り方をしたと。で次の日の朝はあのアルファ米を戻そうとしたんですけど、お湯がないので、で結局その隣の家の方が今度井戸水があるので、で井戸からこう水道に上げているので、そこのところにみんなで、アルファ米を持ってそこで水を入れて、でそれをもうまたあの家庭科室に持ってきて、で戻るまで結構な時間がかかったんですけど、でもある程度戻ったところで、あのラップにくるんで、あと避難してる人たちに食べてもらったと。もうその時はね、水は上岡田っていうか、まあ、その辺の床屋さんあたりまでは行ってるんですよね。はい、でも水引いたので、で道路としては岡田には車では来やすかったんですよね。それで次々にその支援物資が夜とかなんとかにはそのちくわだったりいちごだったりっていうのが届いたので、でその冷たい朝ごあのアルファ米とちくわ1本つけて配り方をするとかというところまでは職員の方と、それからあの地域のあのなんだ婦人防火クラブの人たちの手伝いを借りながら動いてましたけど、でももう2日目からはその食事に関しては中心になったのは地域のその婦人防火クラブの方々がほぼ中心になって動いてくれていました。ですからあの職員の方に私の方で命じたのは、とにかく今いる人数は何人なのかそれぞれあの調べてくれとかですね、それからあとは物資の受け入れが始まったので、どんどん支援物資が届いたので、それをどこに入れ方するかとか、それをその運び方とかを先生方にお願いしたということになりますね。じゃあ物のマネジメントと人の、まあ、人数確認っていう、そういうか形が主でしたね、先生方に。ね、とにかくまず学校舎を使えることがまず職員のメインの仕事です。で、あと体育館に移ってからはもう間仕切りしましたから、でここからはもう学校内ですということで、全部清掃終わってからはもう校舎内については少なくとも、1階がこう東西に流れてる廊下ですけど、そこからは土足厳禁というふうなこととか、それから1階のトイレは使用不可と。なぜ使用不可かというと、仮設トイレが
ずっと並びましたので、でそれについてはその町内会、さっき言ったその組織の中でトイレ掃除とかの順番ももう決まっていたのでね、ですからあえて小学校のトイレを1階のトイレを開放しなくても、そちらの方がかえってみんなとしては動きやすいということで開放しなかったんです。で当初の頃は朝と夜とで2回打ち合わせをやってて、本部会をやってて、そこでもっとここのところダメだからもう少し人数増やしてくれとかなんかっていうことの話し合いは本部でやってました。で本部に関わってたのは私だけです。で私が毎回の会議に出るのと、あとはその本部にいて、学校としてこういうことできるかとかっていうことに対してはできるできないをはっきりさせてやったということ、それから避難している方々が職員の方にいろんなことを仮に言ってきたとして、いろんな注文要求を出してきたとして、先生大臣にはその注文や要求については一切答えるなと、それは本部を通してくださいとか、または校長に直接お願いしますとかということにしてくれと。そうじゃないとある先生はそれいいですよって、ある先生はダメですよとかってなったりすると、そうした時になんで さっきの先生いいくてあんたダメなのやとかってなってくる、変なトラブルになる。なので一切先生方は避難所には関わらなくていいと、いろんな注文も全部答え方とすれば全部本部の方にお話してくださいという答え方をしなさいということをしましたので、ですから職員と避難している方々とのトラブルっていうのはなかったです。